やっぱりアイドルとして勝ち取ったパーティーは嬉しさが違うわ。普段は水瀬家の名前でお呼ばれされてるけど、実力が評価されての正体はいろいろ込み上げてくるものね。私たちゼロからここまで来たのよね。それでも黒いプロのライバルはまだずーっと先にいるのよね。この私の先を行くお嬢様がいるなんて絶対放ってはおけないわ。こうなったらお嬢様戦争よ。ナムコ対クロイ、残るのはどっちか一人なんだから。本当？あそこね、あれがクロイのお嬢様アイドル、シーカ。確かにキラキラしててお嬢様オーラ全開って感じね。周りの人もあの子に目を奪われちゃってるし。失礼遊ばせ、私用事を思い出したわ。化粧直しという名の敵情視察に。ちょっと失礼、あなた黒いプロのシーカよね。私はナムコプロのミナセより。ご存知かしら？え、ナムコプロのミナセよりちゃん？はい、もちろん知っています。はじめまして。うちの社長からもお噂を伺っていて、お会いできてとても光栄です。ねえプロデューサー、この子想像と違うわ。黒いのお嬢様って言うから高笑いして犬を蹴飛ばすのかと思ったら、普通のいい子じゃないの。ランクが上なのに私のこと見下してこないし。お嬢様？私は別にお嬢様ではないですよ。生まれも育ちもごく普通の家ですし、ずっと海外にいたというだけで、特にお金持ちでも。え、そうなの？それじゃあお嬢様戦争にならないじゃない。あんたは親に認められたいとかは思ってないの？そうですね、認められたいというよりも分かってもらいたいという方がしっくりきますね。ママは大丈夫なんですけど、パパの考えはちょっと歪んじゃってて。歪んじゃってるってなんかすごい父親ね。そうなんです、理解してあげたくてもうまくいかないですし、私の考えを伝えてみたりもしているんですけど。ちょっとプロデューサー、なんかお悩み相談になっちゃったじゃないの。どうしてつついたりしたのよ。父親と一緒に暮らした思い出がないのね。はい、物心ついた時には別々に暮らしていて、だからぎこちなくなってしまうのかもしれませんね。お互いにしっくりくる距離感はまだつかめていないんだと思います。特にパパの方が。お嬢様じゃなくても親との関係に悩むこともあるのね。でもいい？悩んでたら幸せも逃げていくんだから。だから気にしすぎちゃダメよ。そうですね、時間をかけてちょっとずつ分かり合うしかないですし。ありがとうございます、イオリちゃん。別にお礼を言われるほどでも。って、どうしてこういう展開になるわけ？私はライバルの偵察に来たのに。プロデューサー、この子は敵よ、敵なのよ。だからその勘違いしないでよね。
悪だくみしてないわよ。ううん、してないけど、してるようには見られたいわね。とにかく、こういうのは口で言うの難しいの。説明させないでよね。プロデューサー、私、シーカと話してなかなか追いつけない理由が分かったわ。私と違って向こうはハングリーよ。きっと過去にいろいろ大変な目にあったのね。その分強いというか。お嬢様じゃないのにお嬢様に見える。苦労しててもそれをひけらかさない。これは相当な強敵よ。でもそれを倒してこそイオリちゃんよね。私もここから苦労を重ねて巻き返すんだから。私も子供の頃もう少し不幸だったらよかったのに。例えばメイドが一人しかいないとか。